早稲田中学校、高等学校は、東京都新宿区場橋田町に所在し、中高一貫教育を提供する、私立男子中学校、高等学校。高等学校においては生徒を募集しない、完全中高一貫校である。坪内商用、市島健吉、金子畜水らが、大熊重信の教育理念に基づき、東京専門学校関係者と、 大隈主ゲノブの尽力により1895年創立。古くから東洋のイートン校を標榜している。人格の独立を謳いリベラルを胸とする創立120年を迎える伝統校である。校明に早稲田を冠したのは本校が大学よりも先である。創立以来上級学校への進学を目的としており、明治の私立前世紀には、 一校合格者数でベスト10に入っていたことがあった。帝国大学をはじめ各上級学校で同窓組織である早中会が多数結成された事実からも、早稲田大学とは独自の思考をしていたことがわかる。敗戦直後、早稲田大学の付属校とすべく生徒保護者、若手の教職員らが運動を起こしたが、伝統と独立を重んじる。 理事会と教職員らによって鎮静化され、付属、継続校となる、壮大系列の他学校とは別の路線を歩むことになる。1979年4月、早稲田大学の継続校となり、教育のさらなる充実と発展を図る。これにより、1982年以来卒業生の早稲田大学への推薦入学を開始することとなる。推薦枠は学部ごとに決まっており、 その合計は約50名だった。早稲田大学側の学部再編や定員枠の増幅により幾度か制度要項が改定され、現在の推薦入学定員は167名である。制服は男子校の伝統でもある金ボタン5個の黒学ラン。中学入試は2000年度まで2月1日の1回入試を実施してきたが、2001年度より2月3日に2回目の 入試を行っている。早稲田大学の継続校の中では、入試難易度はおおむね最も高い。高校入試は現在実施していない。本校の中高一貫教育では、中1および中2の前期2年を生活習慣と学習の基礎を固める時期、中3および高1の中期2年を実力養成時期、高二および高3の後期2年を 応用力完成時期と区分する2から2から2世を採用している。また、高2に進級時に、文系コースと理系コースに分かれ、高2終了までに、高等学校で学習する基礎的教科、科目の学習が一通り終了する加速式、学習法を導入している。1学年約300名中、早稲田大学への推薦入学の定員は167名で、あり、 例年学年の約半分が早稲田大学へ推薦入学している。また、他の国公立大学や医師役系大学へ志望する生徒も多く、2021年の早稲田高校の大学合格実績は、東大33人、京大5人、一橋大5人、東高大10人、慶応53人、東京理科大51人、上知25人、明治28人、 中央20人、国公立私立の大学医学部41人、などとなっている。運動部陸上競技、サッカー、公式定球、ソフトニス、公式野球、軟式野球、バスケットボール、バレーボール、バドミントン、フェンシング、剣道、卓球、弓道、水泳、ワンダーフォーゲル、サイクリング、スキー学芸部物理研究、科学研究、地学、 吹奏楽、歴史研究、鉄道研究、将棋、軽音楽、クイズ研究、p c プログラミング、弦楽、生物園芸堂公開美術、釣り研究、マジック、折り紙、アイスホッケー、数学研究、英会話、文芸、模型、囲碁、柔道第一硬化は、作詞は、本校の創始者、坪内昭洋、作曲は、早稲田大学。 都の西北の作曲者でもある、闘技徹底によるもの。第二効果は、作詞は本校卒業の最上八十、作曲は、早稲田大学応援歌《コ碧の空の作曲者でもある、古関雄二が手掛けた。ありがとうございます。